ヤマハスタジアムです。 J リーグディビジョン1は第24節です。今日はほぼ同じ順位にいる同士の両チームの対戦です。現在7位のジュビロ磐田と一つ上の順位6位大分トリニータの一戦です。勝ち点差は36の大分とジュビロが34ですので勝ち点差2で迎えている今日の試合です。解説宮澤美生さんでお伝えしてまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。どちらにとってもこれ勝てば、こう上位をさらに狙えるという位置にいるチームですよね。そうですよね、まあ、両チームとも負けたくない、勝ち点差もわずかですからね、そんな中好調のここ2連勝中のジュビロですが、今日は中山が39歳の誕生日と、いやー頑張ってますよね本当に。で先発でしょ、まあ、今日は前田が右膝を痛めているということでスタメンになりました中山。ちなみに服部も今日33歳の誕生日と、この2人は9月23日同じ誕生日になります。まあ、そんな何かこうバースデーという、ね、感じのジュビロがどんな今日は試合を見せるでしょうか。こういう時強いですからね中山、ゴールしたりそういうチャンスがあればね。そうですね、思いますけども。一方の大分は先日ガンバ戦ということで負けてしまいましたが、ただそれまでも夏場からずっと、ね、好調ではありましたからね。素晴らしく、ね、いいところ出てますけどもね、やはりガンバには、ね、まだちょっとかなわないかなって感じがしましたけども、はい、さて今日のジュビロのメンバーです。ゴールキーパーは川口です。ディフェンスは登録上は3人です。茶野、田中、キム・ジング。ミッドフィルダーは太田、菊池、ルーキーの犬塚が今日はスターティングメンバー初めて、そして服部、上田浩太、フォワードは中山とカレン・ロバートです。実は試合直前に、はい、ディフェンスの鈴木秀人が右太ももに張りを訴えたということでスタメンを外れるという事態になりまして、犬塚が今日はスタメンに起用されました。私も経験ありますけどもね、やっぱり選手としてこれ危ないなと思った時に、すぐね言って変えてもらうというのも、これ選手交代1人の枠にはならないですよね試合前だったらね。そうですね、はい、ですからサブの方に森下が改めて入ったという話になりました。入りましたね。一方のトリニータのメンバーです。ゴールキーパーは西川です。ディフェンス3バック変わらず三木、深谷、上本です。そして中盤はエジミウソン、トゥーリオのダブルボランチ、さらに梅田、根本、梅崎、梅田が久々のスタメンです。フォワードは松橋と高松です。大分の方は右の中盤に位置している高橋大輔が右太ももを打撲で今日は欠場です。こちらが大分のリザーブのメンバーです。まあ、前節は落としましたけどもね、非常に先ほどおっしゃられたようにいいリズムでずっと来てますから。そうですね、選手の良さって出てますよね。今日の審判主審は吉田俊光さん、副審が宮島和弘さんと相良徹さん、第4の審判が村上信次さんです。ジュビロはでもその鈴木、前田以外にも福西が先日のフロンターレ戦で頬骨、あと右の目の中の骨、この骨折ということで欠場、さらに鳴岡、西、村井といったところもずっと今怪我してますんでね。そうですよね。加えてファブリシオも今日出場停止、前田も痛いと、かなりですから主力を欠いた中今日は戦わないといけないというジュビロや、ただ現在2連勝中で先日は上位のフロンターレ相手に4対3というような、まあ、激しいゲームを演じました。打ち合いでね勝ちましたからね、今日バースデーの2人が映りました。服部と中山です。中山自身は最初が肝心だと、うまくゲームに入っていきたいと話していました。大分トリニータのキックオフでゲームが始まりました。ちなみに中山は今シーズンの初先発になります。そうなりますね、先発ですね。まあ、リズムの作り方ベテランだが問題なんですけども、あとはコンディションでしょうね、どこまで持つかね。まずは大分エリアの中にスルーパス、シュートを早くも打ってきました。根本ですか、根本がまず最初の攻撃でボックス内にこう入っていました。トゥーリオからのパス、こういうのが特徴ですよね、はい、左のワイドをやってる選手がここまで入ってきてプレーしていいっていうのは、これシャムスカ監督になってずっと根本がやり続けていることですけどね、はい、前で高松が当てます。中盤でちょっと囲まれていましたが根本が大きく逆サイドへ、いい選択ですよね、まずは大分が開始1分ですがシュートも放ちましましたし、いい何か攻撃を見せようかという雰囲気です。アウェーなんだけども積極的ですよね。そうですね、現在順位はジュビロより1つ上6位です。10勝6分け7敗、とにかく先日は久々の負けでした。
5月以降ワールドカップの中断を挟んで、まあ、ずっとこう好調をキープしている大分、先日は8試合ぶりの敗戦でした。非常に守備の方もバランスが整ってですね、で攻撃で、まあ、スピードを生かしたゴールが生まれているということでね、いいバランスで来てますよね、はい、大分。左は根本、前には送れませんでした。というより右に入った太田がブロックをしました。ジュビロの方はでもメンバールーキーの犬塚が今日は J 初スタメンという形になりましたが、まあそれ以外でもとにかくかなり怪我人が多いという中で、これどう組み立てていくかちょっと今日ポイントになりそうですね。毎試合メンバーがねこう落ち着かないと毎試合どういう流れになるかわからないというところが出てきますから、まあ厳しい台所事情ですけどもね。犬塚が右サイド入ってるんですかね。そうですかね。で後ろ3バックで来てますよね、はい。まあ、大分に合わせるということもあるでしょうし、大きく右へ送っていきます。そして深谷、縦へ送った大分。確かに今日は3人のディフェンスという感じのジュビロ、ここ最近は4バックを敷いていました。服部高市からゴール前に2人、中山とカレン・ロバート。低いボール、カレンには通りません。しかしこれを今度セカンドボールを拾ったのが大分です。早い展開を見せましたがボールを奪った。そして犬塚、ジュビロは現在7位。ここ2連勝中はとにかく得点が数多く入っています。新潟戦、そしてフロンターレ戦。新潟戦では7ゴール、フロンターレ戦は4ゴール挙げました。中山も先日のフロンターレ戦で今シーズンの初ゴール、これは勝ち越しのゴールになりました。J リーグでの日本人最年長ゴールを更新という形になりました。まあ、我々は中山らしいゴールって言っちゃいますけどね、飛び込んでね、まあ、本人はそうじゃないみたいな思うでしょうけども、ただ相変わらずですよね。そうですね。今日で39歳になりました。こちら服部は33歳。もうベテランから超ベテランに移っていくときですからね。そうですね。ナミなどもチームを去り、まあ、チームを去ったというのですかね、他のチームへ一旦移籍、服部などのこう存在感もまた出てくる、そんな時代になってきます。まあ、どこまで耐えながら、チームとして耐えながら新旧交代をしていくか、その間には監督も変わりましたしね、いろんなことが起きるものですよ、改革の時はね。まあ、確かに若い選手もとだんだんこう出てきてますからね、自分でもね。太田であり、そして上田、そして今日はルーキー犬塚が入っています。キーパー川口のキック、こちら大分のシャブスカ監督、現在6位ですが目標は4位というふうに謳っています。ってね、行ってほしい順位ですけどもね。服部が今は梅田とのマッチアップ。梅田は4月15日の甲府戦以来のスターティングメンバーに起用されました。開幕当初はずっとスタメン起用されていましたが、高橋がまあ出てきて一旦ポジションを奪われました。ジミーソン、軽く真ん中にいる高松、サイドからゆっくりと上がってきました。上本、高松、狭いところをシュートに行く。よっと、ここが高い位置で奪った。シュートはよく今ブロックし入りました。最後シュートは日本代表にも選ばれました上崎でした。キムジングだったでしょうか。ここでね失ったのが危なかったんですよね、ちょうど攻めにさあ行くぞっていう時に出鼻をねポンと取られたんでね、はい、ああいう時って危険ですよね。大分もでも積極的にこうディフェンス、
さあコーナーキックです。先日は5ヶ月ぶりにスタメンを外れて、まあ、とにかくアンダー19と日本代表の掛け持ちでちょっとここ最近日程混んでいました上崎。ただ今度は休養、まあ、1つ十分という感じになります。ニアへシュート深谷まだあるか。いやー今のはよくカバーしましたね。アウェーの大分が盛んにシュートを放ってきます。ちなみにホームジュビロ磐田ヤマースタジアムでは現在6連勝中。それからヤマースタジアム以外のゲームでも含めるとホームでは8試合負けがありません。いいことですね。最高ですよね。ただ何か大分の方が本当序盤からかなり積極的にいますね。伸び伸びやってますよね。ボックス内に入る動きもあります。ジュビロ磐田クロスボールを入れてきます。そのままゴールラインを割ってしまいました。まあ、今の早めに入れたボールがファードが要求したんで入れたんだと思いますけどもね、面白いですよね。普段だったらあそこで作って回してまで行くんですけども、まあ、ロングクロスということでね、はい、ワールドカップ後からアジウソン監督になってだいぶジブリ・ユタも星をこう伸ばせるような形になってきました。気になるのが磐田のサイドのディフェンスですよね。スペースが空きすぎてるかなって思いますけどね、はい、ここも根本左足のクロス。対応はこのキムジング。今日はキムジング、田中、それから茶野という3人で最終ライン守ります。シュートになった。こぼれ球。いやこれは決めなきゃいけないし決めときたい大分でしたけども、よく川口ね、足ですかね最後。そうですね、よく川口止めましたが、いや大分も打った後のこぼえにも2人今いましたが、本当にポゼッション能力といいますかね、ボールをつなぐこういったところの、ね、余裕っていうのは大分はね、梅崎軽く入れてきます。出せるようになりましたよね。シャブスカ体制になってちょうどまあ1年が経過という感じになってきましたが、まあ随分といいサッカーをするようになってきましたよね。そうですね、ここは必死に体ごとブロックに行きます。前に行ったのはカレン・ロバート、ブロックしたのは、まあ、カバーに入ったのはミキです。中山のいい落としからね、いいボール入りましたけどもね、大分のキーパーはこちらも日本代表にも選ばれました西川です。非常に伸びた一人のゴールキーパーですよね、まあでも西川、梅崎と、まあ、もちろんまだ日本代表で確固たるレギュラーとかなるレベルまでは達してませんが、ただこういった選手が出てきたというのはやはりこの大分の、ま、躍進といいますかね、はい、今この上位に、ま、いられるようになってきた、うん、一つの要因ではあります。まあ、チームの中で活性化しますよこういうことがあるとね。J2 から盛んにこう上がってきてもしっかりと J1 の足場を築いてきた大分トリニータです。上本、これはそのままゴールライン割ってしまいました。一方の日本代表川口、プレーが、ね、立ち上がりから出てますけどね。そうですね、大分が、まあ、結構攻める時間帯も多いんですが、それを川口がよく止めている、そんなまず立ち上がりの10分になりました。大分長身の上本です。
スローインはトリニータです。シャムスカ監督は岩田の攻撃は太田が一つ鍵を握ってんだと、運動量が豊富でチャンスも作れる、試合が始まって太田のポジションを確認次第守備の対応を決めると試合前は話していました。まあ鈴木の怪我があったんでね、太田が今トップ下に入ってるのかなって感じしますけども、この辺りですから当初の予定とはちょっとですから変わってるわけですよね。だと思いますね、コーナーキックです。その太田バーに上げてきます。今この犬塚、岩田ユースから静岡産業大学を経てやってきたルーキーです。一度かわしてのクロス、いいカウンターでしたけども ね逆サイド余ってるところにいいボールが出て惜しかったですね。このこぼれたボールは大分美希です。少しやっぱりジュビロのプレスが弱いですよね、ボールに対するね。確かにそうですね、まあ、大分の選手の動きがですねいいところで数的優位作られるんで、なかなかジュビロの選手が取りに行けないというのはあると思うんですけど、ね、はい、服部は5試合連続のスタメンに起用されています。中山、これまで誕生日は95年、99年、2004年と3度試合に出場しています。ただ実はですね、はい、その日は一度も勝ってないそうなんですよね。得点も上げてないそうなんですよ。ああ、誕生日は、あら珍しいですね、こういうゲーム強いのかなと思ったんですけどね。強そうなイメージが、ね、あるんですが、今日はただ、ま、前節もゴール上げましたし、気持ちも初スタメンですからね。そうですよね。深谷、何かこうお祭り男的な感じがしますんで、活躍してそうなイメージがありますが、前半14分経過です。ボールに行きたいですよね、ここから出るところに ねここも、なんとか今は高松には入りませんでしたが、でああいう取ったところも大事につなぎたいんですけどね、少しプレッシャーかかってますね。したがって大分の方が、まあ、シュートのチャンスもありますし、あとポジションも結構高まっています。からミキ、左に大きく開いているのは上本です。そこにボールが当たります。こういう時にエジミューソン1人残してトゥーリオは前に出てきますから、そこの捕まえ方で梅崎と松橋が、まあ、ワントップの下レシーバー2人いますからね、はい、そこのマークのつき方にちょっとジュビロが混乱してるんじゃないでしょうか。ここはトゥーリオがうまくボールを取りました。さあそしてあっと逆にここもインターセプト、ジュビロ、このあたりはやり合いになりましたが、うまくトゥーリオをかわしていく。ちょっと強すぎたか。ホイッスルです。犬塚が右追いでプレーをずっとしています。中山、そして犬塚に当たるかというところでファウルがありました。チャノのいいインターセプトからね、一挙にこうスピードの乗った攻撃でしたけどね、フリーキックです。太田ぐっと曲がっていく、ヘディングクリア、高松、まあ、この選手が非常に相手にとっては危険な選手ですよね、太田ね、はい、中でボールを奪ったトリニータです。ジミューソン、ちょっとこう
トラップが大きくなった分ボールをコントロールできませんでした。ただああいったところに松橋が出ていくんですよね、スペースにね。それ怖いですよ。松橋も今年ずいぶん成長しました。ずっとここ最近はスタメン起用されています。松橋と梅崎とその高松、この辺りの本当関係がいいですよね。いいと思いますね。で3バックでいながら誰がその高松は張ってきますけども、松橋とその梅崎ですか、のところの捕まえ方ですよね、はい。茶野です。中右サイド稲塚一度当てますがこれはファウルです。体ごとぶつかってしまいました梅崎。右にボールが出て茶野です。茶野が上がってきました。からの攻撃が多くなっています。ジュビロ磐田、梅塚、この辺のスペースは本当でしたら太田選手がね、1対1勝負からクロスっていうところを作りたいんですけどもね、はい、今日はトップ下ですからね。22歳です梅塚。ちなみに太田とはあのユース時代、同期になります。その後犬塚の方は大学へ進んだ関係で今年このジュビロに入るということになりました。ただ一つ太田が去年ブレイクしましたので今先を越される格好になってしまいました。シュートはおーっとわずかに曲げてきましたが上田のシュート、惜しいシュートでした ね。この上田も最近注目を集めている一人。よく取ってここからですけどね、狙いすましたフォアサイド、ちょっと斜めを思わせるような、ね、狙い方ですけどね。アンダー21にも選ばれましたこの上田。なお先日のアンダー21の代表候補の方にはこの上田以外に森下俊、あとキーパーの松井健也、この3人が岩田からは選ばれました。まあ、そういった若い選手たちがどんどんね経験を、こういうゲーム何でもいいんです、その怪我人の後でも何でもね、あの代わりでも何でもいいが出てで経験積んでジュビロの選手としてね先発張っていくようになってくると本当に世代交代でぐっとまた引き締まってきますよね。確かに今はもう怪我人、いわゆる主力の怪我人が多数いますので若手にとって大きなチャンス。毎日ウキウキしてなきゃいけないですよこういう時はね、はい、練習でもね。根本、真ん中でエジミューさん、大分はこのジビロに実はまだ一度も2001年の初対戦以降カップ戦を含めても勝った経験がありません。ああそうですか。シュートまで来ますセジミューさん、今日で11度目の対戦を迎えています。ただ積極的に大分が高い位置でボールをよく回すシーン、おーよく取りましたね。さあここからどういう攻撃になるかジビロ前で彼大きく展開してきました。そして犬塚です。今日はボールタッチの回数結構犬塚多い。後ろからここは今激しくディフェンスに行っていました。しっかりディフェンスに行っていたトリニート、イエローカードが出ます。エジミューソンですか。そうですね、エジミューソンにイエローカード。あーここで正面からぶつかってしまいました。今シーズンは初のというか、まあ、現状は1枚目のイエローカードになります。ちょっと
狭いところの高い位置のパス、高松が落として、さあうまくボールが挟まるか、松橋抜けられません。これをただしっかりフォローアップして、いやクロスか、そう、松橋がうまく抜け出していきましたが、ジュビロにとっては危険を感じる相手の攻撃でしたけどね、最初失ったのは自分たちのスローイングをそのまま相手に渡してからですから ね、 そうですね、ちょっとこういったミスがところどころにジュビロの方も見られます。それをでも大分の方も見逃さずに、そして人数もしっかりと何かこうフォローする選手もいますし、はい、の攻撃になった時のこう全員の意識はしっかりしている感じですね。ありますよね、そういったところね。またイエローカードは出されます。今度は上本に対して出されます、まあ、どっちもどっちもだと思いますけどこれ、互い掴み合ってね、もう一瞬のところですから。上本のちょっと顔に何か当たったようで、一瞬顔を抑えながらユニフォームを引っ張るようなシーンがありました。ジュビロにかつていた選手ですね、そういうことですよね。負けられない悔しさ、あると思いますからね。2001年から2004年までいましたが、ジュビロではわずか6試合の出場、昨シーズン大分にレンタル移籍して、この活躍が評価されて現在完全移籍です。ヘディングシュート正面、いや正面でしたが入ってはいなかったようです。今は田中誠のヘディングだったでしょうか。いや大丈夫かな、その後に西川とねがっつりぶつかりましたからね、よく弾きませんでしたよこれ。フリーですよ ね、 そうですね、ここで落とすかなと思って突っ込んできた、あやっぱり一回半分して、そうですね、ライン際で取って、その後膝のあたりが顔に当たったでしょうか。そうでしょうね。いやでも西川よく抑えました。強烈なシュートでしたが、ただ完全に今フリーになっていました。ちょっとマークがルーズになりましたよね。ジュビロにもチャンスがこの前半23分にようやく生まれました。また大分ボールです。抜け出す動き、しかしキーパー川口キャッチです。また松橋が回り込んできました。お互いに得点はまだ入っていません。前節の話をするとフロンターレ戦、ジュビロ磐田は4対3で、まあ、2連勝を収めましたが、先制されたりあるいは逆転されたりと2度リードを許しながらの逆転勝利でした。今日試合前に怪我をした鈴木も言ってましたが、非常にいい勝ち方、まあ、こういう試合は若手の自信にもなるというふうに言っていました。まあ、競り勝ったわけですからね、しかも今こう優勝を争っているようなチーム、そういえばヘディングシュート決まりましたか。外ですか、外ですか、犬塚、いやもう少しで初ゴールという感じにも見えましたが、ネットの外からちょっとこう揺らすような感じになったようです。まあ、でも逆サイドよく入ってきましたよね、しかもディフェンスの前にね。どうですか犬塚、かなり前半からボールタッチの回数も多いですし、もう際どいところに入ってこれてる、一瞬先前に触ったんでしょうけどね。まあ、ただこういう決定的なところをね取っとかないとっていうのがまだサッカーですからね、はい、犬塚はリーグ戦の出場は今日が4試合目です。8月の12日の鹿島アントラーズ戦で J 初出場をして、まあ、今日が初スタメンです。急遽回ってきましたが、臆するところなくプレーを見せています。
さあ今度はフリーキック、大分トリニータです。少し距離ありますけどもね、直接打つか、根本の左足って一人ありますからね、浮かせてきた。中に今深谷が入ってきましたが、深谷が倒れています。ディフェンスが今中で倒れている状況。今レフェリーが止めたんですかね。止めましたね、どんな感じに当たったですかね。キム・ジングと接触があったようですが、ちょっと肘かなんかがこう鎖骨肩に入ったんじゃないですか、人には強いこの深谷。プレーには支障はなさそうです。フェリーボールから再開です。茶野から田中、大きく左へ服部です。ああいうフィードは簡単なようで難しいですよ。ディフェンスラインはね、大体狙ってますからね、少しでも正確さを欠いたり、まあ、タイミング遅れたりしますと一気に狙われるパス。プロだからね、その相手のフォワードがいてもその上を越してサイドバックに、ね、出すとか、そういうリスクを負ってね、やっぱりもう見せていってほしいですよね、はい、ああいうでもロングのとかね、サイドチェンジとか結構魅了しますもんね、いいボールは。俺もそういうキックだけは好きでね、やってましたよ、本当に。危険を犯すななんて言われるともっともっと犯したくなってね、はい、見せてやるみたいな、それはやっぱプロだと思いますからね、最近そういういいフィードの選手もだいぶ出てきましたね、できる選手もね、それこそプレミアのシャビアロンソでありね、ジェラードでありね、相手の子がロングパスをこう見せて、そんなのがワールドカップでもいろんな選手が見せる。特にね、ディフェンスラインですよ。ディフェンスラインのビルドアップのところで最初に1歩目はやっぱりストッパーだとかサイドバックから始まるわけですから、その辺がね、一発で逆サイドまで振れるだとか、相手レベルにね、ストッパーがもうぴっちりパス、フィードじゃなくてもうパスでね、前線に当てられるだとかっていうのね、確かにそういうリスクを犯す分、逆に相手にとってもこうね、決定的な場面を作るというね、そうですよね、そこにパサーがいるかどうかっていうのも今後のサッカーでは大事になってきますよね、抜け出す、あっと悩んだね今、松橋が今出ていきましたが、松橋があの辺りを盛んに狙います。キーパーに戻すべきか、戻しても手でキャッチできませんからね、クリアすべきか悩んでコーナーにしちゃいました。結局出してコーナーです。さあ大分の今度セットプレー、また深谷幸上がってきました。キッカー梅崎、19歳です。トリニータのユース出身、そこから日本代表にまで上り詰めました。高いが深谷のヘディング合いません。狙ってるポイントにはボール入ってましたよね。そうですね、ここは太田が取ります。さあ太田がいつもの右サイド行こうとしましたが、ここはよく防ぎました。今防いだのは上本です。まあでもああいう太田のと一瞬のね、あっていう突破は魅力ありますよね、よく潰しましたね。スローインは犬塚です。一瞬でピンチになりそうな部分を大分のディフェンスがよく集中して抑えているシーンがいくつか見受けられます。一度中山へ、逆に高松、プレッシャーに合いますがしっかりとボールを預けます。飛び出す松橋、
う少しですね松田選手に入るボールが長すぎたり、ちょっと遅かったりっていう、ね、はい、根本も微妙な何か修正をというような感じで合図もしていましたが、正確なああいったボールが持ち味でもあります。全試合スタメンの根本、一発取ればいいわけですから ね、 そうですね。何度かただああいうのを狙っているシーンが大分が見られて、まあ、いろんな形で攻撃を仕掛けようのという雰囲気があります。さあ右に一人開いています。犬塚が一度真ん中へ戻します。ジュビロの攻撃に関してはいかがでしょうか。まあ、前線の選手にうまい形でポストプレー入ってるんですけども、そこに加わる2列目の選手で突破という形までいかないですからね、もう少しそこに関連性が持てるといいですけどもね、まあ、2列目の突破という意味ではやはり福西がいるかいないか結構大きいでしょうかね。それもあると思いますね。やっぱり彼はボールを追い越して前線の選手を追い越して前まで行きますからね、先日のフロンターレ戦でもよくよく攻撃力が光りました。前半だけで8本のシュートを福西自身が放ちました。ただその福西がフロンターレ戦で右の眼下底、右の目の周りの薄い骨、頬骨、この2つを骨折してしまいました。中山下げて、シュートいけるか、浮かせてきた。最後は上田ループ狙ったですけどもね、どうでしょう、利き足じゃない方じゃないですか。そうですね、左利きですが右でループになりました。サイドに太田が来ています。太田のシュートか。そうですね。さあ今度は大分のボールです。根本上がって、さらに根本、こちらが梅崎。菊池のいい対応でしたけども、やっぱり梅崎にマンツーで口言ってますからね。あえてもサイドバックの位置に入りますよね、場合によってはね。また今ボランチのところに来ますからね、きついですよ。さあ中山へ、今シーズン初先発の中山です。出場は10試合目、先日ゴールを挙げた後話していましたが、与えられた時間で結果を出して、まあ、必要な存在だというふうに証明しないといけないと、そしてまた途中出場に当然甘んじてはいないというふうに言っていました。今日は今シーズンの初スタメンです。まあ、体力的にはね、まあ、厳しさも出てくるでしょうけども、そこはねうまくバランス自分でね、その90分の配分やるんじゃないですか。どちらかというと最初から行くぞという感じで、そうですね、行けるとこまでって感じですけども、ここは一度根本、スローインになります。前線は松橋がいます。ボール上げます。リングで落ち着いて対応しました。今日は、まあ、Jリーグディビジョン1は23節、各会場で全部で7試合が行われています。このジュビロと大分のカードは6位と7位という対決ですが、まあ、本当に今日は上位対同士というかね、はい、順位の近い同士の対決が非常に多く行われています。ありますよね。ガンバはフロンターレと、そしてレッツはエスパルスと、この辺りで順位の入れ替え、あるいはさらに差が詰まるかもしれません。一方で下位の方でも盛んに対戦が行われています。
光がセレッソ、先日はダービーがこういろいろね、はい、各会場、九州とか大阪とか埼玉とかありましたが、まあいろんな楽しみがあって、そうですね、まあ半分あのこじつけのようなダービーもありますけどもね、まあ確かにね、おー、いいボールだ、粘って、ただ2人がかり、タレン・ロバート、ボールを、ここは最後ファールになります。あそこにサポートがね、一枚こうもう一歩二歩早く取れてればね、いい落としできたんでしょうけどね、真ん中で高松、少し下がって一度これでためを作ります。さらにボールが渡っていきますが、クロス入れられるか、海崎、真ん中からシュートは高松です。いやー、今のはフリーになりましたね、海崎の突破からですかね。そうですね、このパターン多いね、左サイドに、確かにそうですね、流れて開いてポイント作って、まあ、トップ下からサイドに流れると意外とフリーになりますからね、そこを利用してこういうパスですよね。これはファードは決めときたいですよ、このボールはね。大分在籍7年目、今年はここまで7ゴールです。今日ゴールを挙げれば自己最多タイと8ゴールになります。高松です。まあ、高松にとっては、あと梅崎にちょっと日本代表を越されちゃったんでね、ただチームがいい状況に来てるとね、やっぱり点取り屋は取りますよ、前半は38分です。スローイン、ゴールエリアの中に入れましたがゴンには通りませんでした。さあ、ドリブリングはエジミウス、来ましたね、中央預けてから一度高松、あーボールに行きたいですけどね、シュートは正面こぼした、押し込んだが、ポストだ、もう押し込む、松橋、先制ゴールは大分です。何回か防いだんですけどもね、川口もね、最初は川口よくワンバウンド、ショートバウンドのボールを防ぎましたが、こぼして最後は、まあ、松橋、一度ポストは取りましたが、この対応がちょっと遅れて、その前にやっぱりボールにね、いけなかったですよね、はい、ジュビロの中盤から後ろのディフェンスが、フリーになってみんなファードの選手が引いてきて、うわー、これ難しいところでバウンドしてるね、一人ワンツーだねこれ。そうですね一つジュビロからすると一瞬助かったかなというねところもありましたが、ありましたね、松橋その後落ち着いて、まあ、ちょうどボールがいいところに戻ってきました。まず大分が先制点を奪いました。前半の38分です。大分からすると一つ前半、まあ、いい攻撃もあった中での先制点でしたね。そうでしたね、まあ、その前のチャンスに知ってましたから、あそこで取れてよかったんじゃないですか、激しく中盤でディフェンスに行くエジミウス、さらに高松も行きます。しかしここはボールが犬塚に当たります。太田戻して犬塚、左足で上田が送った、中で中山倒れます。まあそこに対するエジミウスの闘龍のディフェンス、トップに入った時ですね、よく絞ってましたね。今しっかりとあのボックスの手前よく守っているトリニータ。さあ流れて、もう一度犬塚、今日はルーキーながらスタメン、急遽スタメンに起用されました。大きく逆サイド上田光太送っていきました。ボックスの中ですが、ここも今深谷がタレン・ロバートにつきました。悪くないところに、ね、ボール入れてると思いますよ、ええ、非常にね、今深谷よく取りましたけども、あそこに足元に入ったらゴールの方向か、2列目から上がってくる選手に合わせるか、嫌なところですね、守りきれなくなってきますからね。今日は曇り空の中のゲームになっています。高松、このこぼれたところに梅崎か、松橋に預ける、松
松橋も本当に自信持ってゆっくりしたプレーもするようになってきましたね。藤見さん、基本的にはもともとはスピードという、ね、ことを言われましたが、飛び出していく、シュートはナイスキーパー、まだ上げた、フリーラがちょっとボールが遅い分戻れました。まあ、人数かけて攻撃してきますから、なかなかジブロ振られることが多いですよね。そうですね、ボールに行けないっていう感じですけどね。大分の選手はかなり分厚くペナルティーボックス内に入っていきます。コーナーキックです。なんだかよく防いでありますが、ただ1点をすでに先制されています。梅崎、低いボール、今度はジビロの選手でした。ボールをトゥーリアタイが取りに行こうとしましたが、ここは太田、スピード乗ったら強いですよ。さあ太田がうまくかわした、幹をかわしてまだキープ、右早いですね、大分の帰りも、もう今戻り、今完全に戻って対応を見せています。クロスを送れるかどうか、中山とカレンロバート中にいる、いいところにボール入れるんですけども、あそこにアイディアがね、コンビネーションがないですね、ジュビロはね、はい、大分もここはしっかりボールをディフェンスサイドにつなぎます。前からボールが前に出ていきます。トゥーリオ縦送ったが、これはもう完全なオフサイド。松橋、ワールドカップ後からずっとスタメン起用されています松橋翔太です。前半も残り1分半を切りました。トリニータが松橋のゴールで1点をリードしています。松橋は今日で9ゴール目、まあ、とりわけワールドカップ後、まあ、7月以降だけで今日で6ゴール12試合6ゴールと結構なハイペースです。いいですよね、ファードの一角になってますからね。そうですよね、9ゴールは当然、まあ、チームトップですが、ここはちょっとえぐれない、こぼれ球は一旦服部かセンターへ送っていきます。ここはしっかりとエジミューソンの対応、素晴らしいですよね。トゥーリオ左を送っていく、タッチライン際でレモト、いやして今宙を送ります。ここの時にもう一回ボールに行きたいんですけどね、厚く来てますからね、いい選手の間の距離で置いてきてましたね、シュート、これいいシュートでした。今梅崎です。ロスタイムは2分です。一つ目の守備では粘るんですけども、もう一回厚く攻撃されるとジュビロもね、やはりもうコースに入るのが精一杯の守備になってきますよね、この辺はエジミューソン、そしてトゥーリオの運動量で梅崎ですか、はい、見事なもんですよね。ジュビロはなかなか大分をこう崩す形の攻撃ができません。前を向ける選手がいないんですよね、回すということはできますが、したがってディフェンスにとってもあまり脅威じゃないわけです。そうなんですよね、こういう大分みたいに頑張ってこうやって全員で守るチームとしては、やっぱりこうやってボール回してくれてるのは逆にありがたいような、はい、でどこで取ろうかっていうね、
ところになってきますから、ここも今深谷がディフェンスに行きます。いいキープなんですけどね、まあ、取られはしませんが、ただ攻撃に決してつながるような形にはなりません。危険なところに、ね、ボールが運べないです ね。ここも中山、今どこが空くかっていうのを、そうです、ね、回しながら作ってるんですけど、誰か無理しなきゃいけないですね、はい、2列目から出てそこに3人目の動きでボールが相手の裏に入るとかね、いやちょっとこのロスタイム減ってからは全く攻め手がないという感じです。このまま何か前半が終わりそうな雰囲気、この前出てきたいですよね。そうですね、クロスまで行けるのかどうか、作りました、ね、ここはスイッチした、ショートパスが出たか、キーパー出てくる、今みたいな感じですよね、どっかで無理していかないと崩せないですよね、はい、惜しかったですね。あ、このプレーの後で今長いホイッスルが吹かれました。前半は結局大分が前半38分、松橋のゴールでまず先制、アウェーの大分がなかなかいい動きを見せてましたね。そうですね、あのチャンスも何度か作ってましたし、まあ、ジュビロの方も作ってましたけどもね、はい、大分のやはりこれディフェンスの良さっていうのもあるんでしょうか。ありますね、切り替えの速さ、ディフェンス全員で守るっていうね、しっかりしたものがあると思いますね、大分が、まあ、一つ順位は上という中で今日は戦ってますが、まあ、前節こそ敗れましたが、しかし夏場以降の、まあ、負けないというようなところが非常によく分かる試合展開、ヤマースタジアムからお送りしています。岩田と大分、前半は0対1、大分が先制して終了です。J1 第24節、岩田と大分のゲームは前半は0対1、大分がリードして終了です。前半のハイライトです。これはスローインから大分の攻撃のシーンです。このサイドでうまく破ってね、フリーになってシュートまで行きましたけどね、この後はよく川口止めましたよね。梅崎のシュートを見事に、今川口のセーブが前半はよく見られました。ここでギブアンドゴーで出ていって、決定的なシーンでしたね、一方のジュビロ、太田のフリーキックです。これはね、今度は西川の方が頑張りましたよね。あ、もう本当によく防ぎましたね。完全にフリーでヘディングをされたんですが、この前で当たると思ったでしょうけど、いきなりあなんかタイミングが合わなかったですね、ヘディングの方もね、あれ来たみたいな感じでいきなり打ってましたからね。またジュビロの攻撃です。これはね、一瞬入ったかなと思いましたが、犬塚、あのペナルティーエリアの中で中山がちょっと外でしたけども、ポイントを作って、それを落としてダイレクトクロスですから、中のディフェンスはつきづらかったと思いますよね。なるほど。そして今度は大分の攻撃です。エジミューソンがここカバーす、対応も遅れたね、少しこぼれ球に松橋が行きました。ただ最初のシュートもキーパーに当たらないようなコースを打ってるから、ああいうことが生まれたんですよね、強烈なシュートでしたね。嫌なところでバウンドして、フリーになって、ちょっとこうイレギュラーしたような感じがありましたけども ね、 そうですね、川口が思ってるよりは弾んでっていう感じだったと思いますね。という前半でした。前半の38分のゴールで大分がリードしています。シュートも結構両チームとも打ってますが、大分前半だけで11本のシュートがありました。まあ、それに見合う攻撃をしてましたよね。そうですね、逆にジュビロの方も、まあ、悪いとまでは言わないんですけれども、何か攻撃がなかなかこう崩せない感じですよね。いいところでボールが取れなかったですからね、さあ後半追いかけるジュビロ磐田のキックオフです。中盤のプレッシャーというのは大事になってきますよね。ジュビロ、上田と中山がいました。まず右へ送っていきました。ジュビロの攻撃から始まっています。今日はジュビロ磐田3バックでまた臨んでいる今日のゲーム、3バックの前に2人のボランチ、そして両サイドに今日はルーキーの犬塚が右に、左に服部というケース、そしてトップ下に太田が入っています。フォワードがカレンと中山の2トップです。イエローカードが上田です。この辺のね、ドリブルが
相手にとって嫌なんですよね、ちょっとイエローカード早いかなと思いましたけども、ああいうドリブルで、お高松入れる、ともう一度はシュートはちょっとここは人数がいた、ドリブラーがいたりすると怖さはありますよね、相手の守備とっては頑張ってても突ききれないということになってますからね。犬塚そしてスイッチしていきました、ゴール前カレンと中山いる、中山深谷が防いでいます、しっかりと今最後対応を見せました。トゥーリオ右に今開いている高松です、ちょっと引きすぎてるかなって感じしますね、ボールにジュビロがかかれない、はい、こうやって相手にはシュートを打ってきた、トゥーリオボール持てる選手がいるんでね、ちょっと引いちゃいますよね、ジュビロもね、まあ、完全にペナルティーレのラインあたりにジュビロ磐田選手がぴったりとこうくっつくような感じになってしまいました。シュートを打ったトゥーリオは昨シーズン途中に大分に加入してきました、ここまでは2ゴール上げています、非常にあのバランスをエジミューソンと一緒に保ってくれてですね、このチームの、まあ、なんて言いますかね、頭脳と言いますかね、この2人がやはり真ん中にいるんで前の選手も生きてくると、はい、トリズムを作ってくれてますよね、トゥーリオとエジミンソン、この2人だけでもうこの2人はしっかりともう20試合以上の出場、今日が J1 は24節、深谷が上がってきています、真ん中で一度高松が下げます、今のなんかも危険な持ち方なんですけども、エジミューソンね、ただ取られなければね大丈夫ですよね、はい、後半はまず大分のチャンスもありましたが、大分が今ゆっくりとこう回しながらチャンスを伺う感じです。後半選手の交代は両チームともありません。今日は先制ゴールが今映った松橋です。1点を追いかけるジュビロ磐田のアジウソン監督はハーフタイムのコメントとして、落ち着いてしっかりとパスをつないでいこう、それからマーキングをしっかりしよう、サイドをうまく使っていこう、この3点を挙げました。持ち込んでトゥーリオですがキーパー出てきました。もう1回確認したっていうような感じで前半言われたことは今できてたような感じしますよね、大分のディフェンスをどう崩すか、一方の大分のシャムスカ監督は前半と同じような動きをして追加点を取りに行こうと、あとはフリーキックの時マークをしっかりすること、カウンター攻撃に注意しようというふうな3点を挙げています。こちらがシャムスカ監督ですか、はい、失礼いたしました。そうですね、ジュビロの方はマーキングをしっかりしよう、ちょっと緩いところありますよね、はい、相手の動きが良くてそうなるんですけども、からハットイン出ようかというところでファールになっています。今日33歳の誕生日を迎えています、服部俊博です。まあ、本当にね体も
超人ですしね、強人と言いますか、はい、うん、強さ持ってますよね服部も。さあ右に長い高松、ボールはまだ大分ボールです。前半から続けていい流れを保っている感じの大分です。左足で入れてきました。果敢に声を出します。今日は6試合ぶりスタメンの茶野。クロスは壁に当たります。コーナーですかね。後半は後半もという感じでしょうかね、はい、大分がジュビロ陣内に盛んに入ってのプレーが続いています。梅崎司のコーナーキックです。川口も今日は、まあ、全体的にはよく防ぐシーンはありますが、ただあの1点がちょっと重く今のしかかっています。深谷のヘディング、クロスバーの上です。どうですか梅崎のコーナーキックは。まあ、もう少し速いボールでもよかったかなという感じしますけどもね、中山に預けます。サイドに服部、ここから前線と前線の選手との絡みだと思うんですよね、大田が今回り込んできましたが、この辺りまで持ってもそこから先がなかなかうまく崩せません。まあ、太田はどうしてもサイド崩したいでしょうからね。まあ、トップ下ですから逆にサイドに張ってもいいと思うんですけどね、はい、たまにはですね、ちょっと張っても自分の右サイドに入って梅塚を少し中めにというような形でもいいと思うんですけどね、はい。まあ、基本的にはやはり自分のいつもやってる場所の方がやりやすいでしょうね。そうですね、それすることによって相手の対応を見て、向こうのボランチがどうするかとか受け渡しでどうなるかっていうのももっと作ってもいいのかなっていう感じしますけどね、ここのキックは左足の上田です。ずっとここ最近はスタメン起用されています。上田、おサイドネットですか、今日は全部入ったように見えます ね、 そうですね、カメラの角度あるいはこうなどからかもしれませんが、こうネットのなんか揺れ方がね、もう本当に際どいところでね、いやこれも本当あともうちょっとでした。左利きらしいかなり変化かけたボールだと思いますけどね、また大分ボール、高松、深谷、いいボールだ、ここはうまくパスが通っていく。中にちょっとこれは入りませんでした。今エジミューソンが受けた位置っていうのが非常にジュビロ陣内の奥深いところですからね、トゥーリオですかね、失礼、あるいうところにしっかりしたボールが入ってくるとやっぱりジュビロのディフェンスは後ろ3バックですから引くしかなくなってくるわけですよね、はい。このパスは通らない、通そうとしてますけどね、ただ狙いは本当全部大分はっきりしてますよね、そうですね。さあボールキープ、菊池が上がっていく。今日はボランチ起用となっている菊池のクロスだ、ゴンがいる、落としてシュート、いいボールが決まった、カレン・ロバート、1対1同点、簡単に点数取りましたけどね、これは綺麗に右から左そして真ん中へのボールが当たりました。難しい形でしたよ今。この菊池がボールを持って逆サイド深いところまでいいボールでしたね、菊池、そして中山がアシスト、いやカレンのシュートもこれすごいですよ、これ、この逆サイド効いたですね、大分のディフェンスにはね、振られて足で引っ掛けたんですかね、抑えも効いていましたカレン・ロバート、これが今シーズンの4ゴール目になります、3ゴール目になります、
カレンです。もういい時間帯に取り戻しましたね。早くも後半の10分という形、後半9分の得点になります。1対1同点。試合を振り出しに戻しました岩田。ここ最近は得点力は非常に上がっているジュビロ。もちろんメンバーがちょっと今日はまた違うメンバーでは戦ってますが、そんな中今シーズン初先発の中山であり、そしてカレンもここ最近またスタメンに戻ってしっかりゴールを決めました。カレン・ロバートは2試合連続のゴールになります。少し良くなってきましたね。そうですね、それるようになってきましたから。去年は J の新人王にも輝きましたカレン・ロバート。そういう感覚っていうのはね、フォワードの選手は特にどういう点数でも嗅覚みたいなことも必要ですからね。今日は前田良一が右膝を痛めてずっとスタメンで起用されて、しかも最近も好調だったその前田がスタメン落ちをしました。そんな中入った中山、カレンの2トップでまず得点を取りました。決して流れは後半は特にいい方ではなかったんですけどもね。そうですね。このホームヤマースタジアムでは現在6連勝中というジュビロ磐田、同点に追いついています。ただ追いつかれた大分としても別に気持ちを何かこう変える気持ちというか流れ変える要素はないですよね。ないと思いますね。時間もありますし、リズムもいいですし、ただよりアグレッシブになってくるでしょうね。はい、またコーナーキックです。盛んに深谷あたりを狙うシーンが多いこのコーナーキック。梅崎が上げてきた。今度はキャプテンマークをつけている三木へのボール。このボールがどうか、かなり風もあるんでね、前でゴールから離れるボール、キッカーは助走をつけて勢いよくは失礼、打つ方がですね、勢いよくは出てないボールですよね。そうするともしかすると上げるところをもう少し前の方がいいのか、はい、キッカーも悩むところですけどもね。これ走り込んでドンと打ちたいですからね。ジュビロボールフリーキックです。今度はまた上田、一番高いところでボールを取りました。ちょうどゴンの頭のすぐ上ぐらい。早いですよねこの形を作るの。多いからね、すぐ戻ります。いや、すぐ前線作ります。ポジションにいますよね。なんとか遅らせましたけどね。とにかく攻守に全てにおいてこうしっかりと形を素早く作ります。服部軽く上げてきた。真ん中が入ってくる。かわして2人がつく。エジミューソンと深谷あたりだったでしょうか。2人で挟み込んできました。逆に今度はこれは長いボール通りません。また服部拾って組み立てていきます。上田からそして菊池。右送った。ちょっと長いか。クロスボール。クロスはゴーラインをそのまま割ってしまいました。犬塚です。
ちょっと長すぎましたかね。ああいう全ていいリズムで来ててあのままねいいクロスが上がってきたら魅力的な攻撃になるんですけどね、うん、ボールがよく、まあ、回ったシーン。ジュビロ、まあ、今日の観客が発表になりましたが1万1218人と発表になっています。岩田、ヤマハスタジアムです。ジュビロが同点に追いついた後また盛んにこう攻撃を仕掛けられるような感じになってきました。ドリブリング、こちらのサイド服部も上がっています。今日は服部は右のウィングバックという形、いや左のウィングバックという形、どうやって入っていくかですね、ここからね。今上田が中の方に上がっていきましたが服部その上田に預けます。大輝です。ここは上げられません。対応トゥーリューでした。惜しい試みでしたけどもね、やはりあれを単純に下げるんじゃなく今みたいにコーナーの方に持っていってっていうトライもいいと思いますけどもね。梅田とちょっと足が当たりました。この落ちたボールを拾います。1対1同点に後半の9分にジュビロ磐田が追いつきました。試合としては五分の展開になってきました。上田浩太は磐田ユース出身の2年目の選手です。キッカー川口、今日の試合がより上位に行けるかどうかという意味で重要なゲームになります。この両チーム長い高速のパスは真ん中で三木取りました。おー、いいボール出ましたよ。さあ長いボールが太田に通ります。右足持ち替えてのクロスは今度は大分、ね、次は繋いでいます。センターへ振ってからトゥーリオですね。トゥーリオのパス、ちょっと広い感じになってきましたがゴールエリア前には中山がいます。いいスペースできてますね。ました、中山オフサイドです。いやでもいい位置に入ってたと思いますね、ストッパーとの間、ああいうところでやっぱり一瞬構えるファード大事なことですよね。どうなんですか、少しずつジュビロが崩す形を作ろうかという感じなんですか。まあ切り替えのところですよね。大分もフィニッシュで終われずに途中でボール失ってるし、で逆襲のところでジュビロがそこ攻めてるっていうところありますからね。高松が行きます。後ろ大分は前半によく見られた松橋の飛び出しというパターンはちょっと今見られません。深谷が上がってきてその松橋へ右へ送ってきますがその前にスライディングクリアはタッチラインのようです。服部のディフェンス、今上田へのパスでした。さあジブラがまた右を使っと、ここはまだなんとかできるか。面白い、うまくかわしてクロスボールは中にトゥーリオ、
コーナーキックです。まあ、よくその後なんとかクロスの体勢までは整いましたね。さあ、ここから得たチャンス、キッカー上田、ゴールから遠ざかっていくキックになります。左足、遠目にいい選手が集まっていますが、ニアに入り込んでシューティング入りました。今は最後は犬塚のようです。前から抜けてきたボールですから難しい反応だったと思いますけどね。 J 初ゴールを挙げました。しかもこれが勝ち越し点。今日は急遽先発起用されました犬塚雄介、初ゴールです。前の方の先にセット選手にぴったりボールが合ってて、あの体勢かですか、よく出しましたね、頭、いいボールでしたね。一瞬びっくりして、ああいったところに一回バウンドしたりするとディフェンス対応困ったりするんですよね。手前にエジミンソンがいて、その後ろに体を投げ出すようにして犬塚エリンシュートに行きました。よく最後まで投げ出しましたね。これで2対1、ジュビロ勝ち越しです。今セットプレー、まあ、よく体を入れた犬塚、強引にゴールをこじ開けました。2対1、さあ大分としてはこれでリードを許す格好になりました。梅田、そしてスイッチした、梅崎上げられない。まあ、しかしあの同点ゴールの後、大分がちょっとこう攻める回数が少なくなりました。結局早い攻撃を仕掛けようと思って前線で取られたりですね。ここはただよくブロックしました。もう一度飛び出します。取られ方でバランスが整わない守備の位置にやられているという感じがありましたけどね。まあ、今のはコーナーでしたけども、よく落としますね中山。さあ、ここからまた犬塚、気をよくしているでしょう犬塚。あとはゴンの番か、中山入れる、深谷が手前でクリア。おっと、2対1、ジュビロ磐田が1点リード、勝ち越し。しかも怪我の巧妙というわけじゃありませんが、鈴木が今日は右太ももを試合直前に痛めて、お出ましたよ、シュートはこぼれ球、決めた高松、同点です。素晴らしいですね、真ん中から行かれましたけどね。あっという間に2分後大分同点に追いつきました。中央割られちゃいましたね。いい攻撃した後のその裏返しといいますかね、その切り替えのところですよね。根元上がってきて、梅崎もね、相手の背後に戻り込みましたね。2対2、同点です。ここでディフェンスの大井健太郎を菊池に代わって入れます。同じポジションに入るのでしょうか、あるいは少しフォーメーションも変わったりするんでしょうか。そうですね、4バックにするのか、どういう風にしますかね。今中山粘ってよくつなげました。クロスボール入ってくる、中山頭を少し体勢低くしながらヘディングを見せようかというところでしたが、今度は長いボールは裏に松橋、惜しいですよね。もうちょっとでしたけどもね、受け方すればディフェンスはやられたくない受け方ですね、はい、スペースあるところにスピード乗っていかれますからね。前半何度か見られた光景が後半今初めて見られました。お、素晴らしい。残り20分です。あった、あ、ここで高市高松奪いに行く、同点に追いついた大分、風力はパス、ジュビロ、
ここは服部から、おー抜けた、太田、服部が中山へ、ボタン、この選手ですよね、やっぱり、ね、ドリブルが入って相手を崩していけるのはね、大井は真ん中にはいますかね、真ん中入ってますね、真ん中に今梅崎あたりについてるでしょうか、まあ、先ほど裏行かれて梅崎にシュート打たれましたよね、そういったところもありましたね、そしてまた選手の交代です。今日 J 初ゴールを挙げた犬塚に代わって、やはり若い28番をつけた船谷が入ります。この選手も、この選手も高い技術持ってますからね、20歳です、やはりジュビロユースの出身です。大井に今イエローカードが出ていました。回り込んでいく、ただちょっと長すぎました。ただここに来てやっぱり相手の裏に出ようとする大分のね、選手たちの積極性見られますよね、点数を取りに行くときはこうやって変わるんだなっていう感じがありますけどもね、同点に追いついた大分トリニータ、先制しましたが一旦逆転されての同点です。川口も今日のゴールはいずれも一旦は防いだという感じでしたが、その後詰めている選手にやられました。前で注意を受けていますカレン・ロバート、スローイン服部、ちょっと深谷、ちょっと足を上げたか、いや、ノーファールのようです。高松、一度ポスト、これをしっかりと開きます。また奪った、ここはディフェンスに大井が行きます。大井が梅崎にしっかりとずっとついている、梅崎に今足は、先ほどイエロー1枚ももらっていますが、あっという間にイエロー2枚目レッド、ほんの 4,5 分しかまだプレーしていませんが、ここで梅崎の突破を止めようと、まあ置き去りを食ったんでね、つい足が出ちゃったんでしょうけども、1枚目がね先ほどでしたからね、はい、ちょっとこれ痛いですよね、ジュビロ中盤の、まあ、そこという感じで大湯入れていましたが、トイリ梅崎にマークをつけていましたが、いやあっという間にもうレッドで1人退場、ジュビロ磐田、しかも嫌なところでのフリーキック残してますからね。キッカーはトゥーリオです。真ん中へシュート、いや、いやーこれは大分根本の最後シュートでしたが、完全にジュビロは裏をかかれました、かかれましたね、なんか根本も忍び足できたって感じでしたけどもね完璧でした。ただ前に人が多かったんでね、軽く浮かそうと思ってんじゃないですかこれ、ディフェンスに当たるんでね、いや決定的でしたね、ジブロはホッとしましたね、面白い狙いを見せました大分、残りあと15分、長いボールキックでまだ粘れるか、あーよくキープした、あっと惜しい、最後は繋がりません、カレン・ロバート、ああいったところの無理はねこの選手効くんですよね、ジュビロ磐田は、まあ、もう3人目の交代、これ致し方ない分もあるかもしれませんが、カレン・ロバートに変えて
山本康介ミッドフィルダーの選手を入れます。 J リーグ初登場になりますが、安弘と書いて康介というふうに呼びます。高校2年生です。まだ16歳。16歳ですか。もうすぐ17歳になりますが、16歳10ヶ月25日での J 初出場になりました。まあ、ユースの選手です。まあ、シーズン前に用意するメーカーには載ってないですからね。そうなんですね。ですから背番号も基本的にはなかった選手なんですが、24番をつけてプレーをしています。まあ、初出場がこういった形で回ってまいりましたが、もうチャンスがあるんだったらいいんですよ。もうね、あっと、ちょっといい回り方をしだしましたね、大田のボールがね。はい、一人ジュビロ磐田少ない中でのプレーになっています。山本康介、今日はまあ中山が39歳の誕生日ですが、山本16歳ですから13歳の年の差があります。まあ、江戸一回りという感じでしょうかね。もう、そうですね、もうすぐ17歳ですからね。2対2同点。キッカー上田、中山、これで中山は今日はもうフル出場は確定ということになりました。大分の攻撃です。4バックにしたように見えますけどもね。ここは浮いた、ね、チャンスだ。ゴール前高松がいる。マイナス戻してシュートはわずかにそれてしまった。完璧な崩しでしたよ、今のは。松橋が中央から走り込んできてシュート。その前チャンスを作ったのは梅崎です。やっぱりドリブル持ってますよね、梅崎選手ね。2列目から上がってきた選手、あそこまで行かれるとディフェンスラインも1回自分のゴールまで引いてますからね。もう出ていくのがきつくなってきますよね。みんなコースに服部も滑ってますけども、ああいう気持ちが大事なんですけどね。はい、大分はアウェーながら勝つチャンスも出てきている今日のゲーム、1人多い状況です。深谷から梅田へ、ジュビロの方は前に仲間を1人という感じになっています。ボールにプレッシャーかからなければ後ろ5枚になってしまうような形になりますよ ね。 そうですね。で、右サイド太田ですからね。で、太田の出所も深い位置からになってしまいますから、はい、もうよくなんとかしましたね今。さあ、ここは佐野来ます。そして右に途中からは太田が入っています。あれだけ後ろで体力使っているとこの位置に来た時にはやっぱり大変なものがありますよ ね。 体力的にね、さあ、こう瞬発力があっても難しいですよね。途中から船谷が、左利きの船谷が入って左に船谷が入る形になっています。上田、松橋、また上田、戻って深谷から縦入れます。残りあと10分です。いや、ボールに行きたいですね。柔らかくクロスボール、高松だ。よくここら辺はさすがジュビロディフェンダー。ただ高松もあれよく収めますよ、ボールをね。確かにそうですね。なるほど、そうね、背にしながら、イーブンボール、最後は服部に当たってタッチ割っています。
大分の方が今日初めて選手交代、フォワードの山崎正人を入れます。ディフェンスの上本に代わって入りました。大分の方はもう点を取りに来るという形です。勝負ですよね、今日で16試合目すべて山崎は途中出場で登場です。さあその山崎が行きます。ドリブルが特徴あります。クロスはダメですがコーナーです。今対応したのが山本選手ですかね、コーナーキック梅崎、高松美希、深谷といったところが少し遠めのところに位置していました。高松クロスバー、まだ最後はクロスバーの上のネットです。いや強かったですね今、今度いいボール入ってきましたね。しっかりとこのヘディングドンピシャイでした高松。ただ狙いを見ると梅崎のキックも全部あそこ行ってますよね、ちゃんとね、ここ狙ってるんですよやっぱりね、完璧に合いました。今日は同点ゴールを挙げている高松、ちなみに高松これで今シーズン8ゴールとなって自己シーズン最多タイです。2001年2004年、そして今年2006年、まあ試合数残ってますから十分更新は可能ですね。あと仕事いくじゃないですか、当然まあ2桁は目指していると思います。おー、ヘディング、これは中山らしい、いやー最高のボールからいい位置に入った中山でしたけどね、おこれはパスカット、いいパスカットから、さあジビロの攻撃になる、1人少ないジビロがチャンスを作れるか。しかし落ち着いて今ディフェンスに入ってきました服部、上げてくる、また中山だ、クロバチックにジャンプしていきました。まあね、いい位置に入ってやってますけどやっぱり1人ですからね、これは先ほどのシュートです。それは中山さんは欲しかったねこのゴールは、バースデー初ゴールになるかというところでしたが、そこは自分ちょっと後悔がするんじゃないかな、もう少しだっていうところでね。クロスだ、遠目に来て中松がなんとか拾った、まだ折り返せるか、中松まだキープだ、柔らかく出してフリーだ、シュートはトゥーリオ、おっとエジメイソン、まだ大丈夫、根元がそこ中入ってきてるじゃないですか、はい、今ったのもトゥーリオ、おー抜けた、シュートは、いや戻してシュートだ、ポストだ、おお、よく川口戻ったところにボールが来た感じです。いやラッキーという川口表情を見せました。いや今決定的も決定的でしたが、そうでしたね、ちょっと自分が苦しくなってきましたね、前でプレッシャーかけてあげないと、今防戦一歩を完全に引いてしまっています。また右から仕掛けていきます、上げた、グランダ、ちょっとこの辺りがルーズになっている、シュート、人数はいるんですが、おーよく粘った、ありがたいねこういうファールでプレーが止まっています。まあ、今のはね本当にあのチームのために粘って一つポストプレーでねファール取ってくれたら後ろとすればありがたいですよ、中山今日誕生日、アシストは決めましたがしかし決定的なゴールはなりませんでした。いや最後クリアボールだったんですか、クリアですね、外にクリアしようと思ったんでしょうけども、上田に代わって西山哲平があります。ここ最近は途中出場の多い西山ですが、もうこれでもかっていうぐらいにね、攻撃的な選手が出てますからね。西山も元は大分でこのポジションで活躍をしていました。
残りあと5分を切っています。攻勢に出ています大分トリニータ。エジミーソン、でも人数が足りなくなったジュビロは太田選手をねやはり突破型のポジションに置きたいんでしょうけども、もう無理ですから、もうサイドバック近いポジションですよね。はい、ハズトリもそうですね。中山だけが前、ここで取って中山に一度預けて、さあ中山持って他の選手が上がれるかどうか、右から来るか、ここで太田が来た、さあ中を見た、クロスは中山一枚ですが合いません。まあ後ろから船谷ね来てますけど、ペナの中に2人っていうところまで行かないですよ ね、 そうですね、なかなか。おー取った、あーまた取って、今度はチャンスになる、グラナをパス出て、いやおーまだある、まだある、シュートはそれた、太田のシュートは左へそれました。いいためを見せて、そうでした、最初のタイミングで打たずに、惜しかったですね今ね。見せていましたが、ああいう形でしかちょっとジュビロはもう点は今苦しい状況ですが、またここで拾っています。あっと大分の選手たちもだいぶ体力的にきつくなってきて、スペースはありますからね、ジュビロも。西山です、逆にあやってドリブルしたことが裏目に出るときもありますよね。浦谷からセンターに一度預けます。あっとこれは今オフサイドに位置した中山、そうですね、タイミングが合いませんでしたね。選択肢がボール持った選手の選択肢がもう1箇所しかないから、中山選手だけですよね、はい、だからもうタイミングずれたら自分で行くか他の選手に出すか難しいですよね、ボール持ってる選手もね。攻め手はもう一つという感じ、岩田。おー、裏へ。おー、出て、クロスはちょっとこれはタイミング今合いませんでした、バウンド。ただ今、裏やられてましたからね。もちろん、ジュビロとしても点は取りたい意識はあります。まあでも、ジュビロは、12、引き分けでも仕方ないんじゃないですか。残り時間考えたら、そっちの選択。ディフェンスのことは崩したくないでしょうね、はい、相手はもう3トップに形でもうどんどん前に人数かけてきてますからね、はい、仕掛けていく、おお、ニアリーも合いました。最後は山崎、うん、高い位置でボールを奪った、ショートパスが出て、あ、抜けた、お、コーナーです。いやいや、いいところで奪われちゃダメですね、松橋がすっと今前で出て、あの辺がね最近、まあ、最近というか今シーズンは多かったですね、ジュビロはね、はい、ちょっと抜けた時にもう致命的なミスパスだとか、その切り替わりのところでミスが起きたりね、ヒヤッとしましたね。正確なフリーキック持ち味です、根本優一、高めに上げてきた、ジャンプした高松、ちょっとぶつかってますけどまだありますね。小さく出してマイナスとボール、高松、いやー来た、勝ち越し点、大分高松今日2ゴール、同点に、そして勝ち越しに大活躍、高松大輝の今シーズン9ゴール目、抑えの効いたいいシュートでしたね。大分がこの試合逆転に成功です。山崎からですか、深く追い返して、いやーいいとこ打ってますね。まあ相手の裏に出たこのプレーから折り返し、ディフェンスにとって一番効くところですけども、ただなんとかコースは潰しに行ってますから、そうですね、ここでシュート褒めたいですよね。高松この9ゴールでチップトップタイという形に今松橋と一緒に並んでいます。
服部にイエローカードです。いやジュビロは一人少ない中ついに勝ち越し点も与えてしまいました。ここでアンダー19の福本洋平を出します。大分トリニータディフェンダーの選手を出します。まあ、高松に変えてでもう残りをこれ守るという形。大分ユース出身、まあ、攻撃に人数を割いてですね行って点数が取れた。で攻撃を1枚外してディフェンスを整える、ね、もう監督思ったようなことできた。おお、これも枠を捉えていました。最高の感じで進んでますよね、シャムスカ監督は。変えた選手がしっかりと活躍をしたり、そしてまた点を取ってほしい選手がしっかりと点を取ってくれました。川口もよく抑えてるシーン本当今日目立つんですけどもね。ありますけどもね、ロスタイム3分です。ショートコーナー、ここは時間をかけていきます。ジュビロとしては時間も少ない、そして人も今少ない中苦しい戦いを強いられています。ホームでの連勝も今日負けるとストップ。そういえば大分は今日勝てば岩田と対戦、初対戦から6年でようやく岩田に初めて勝つということになります。今年はこれまでリーグ戦でも未勝利だった鹿島アントラーズ、新潟、まあ、この辺りにも今年勝ってます。そして岩田もこの歴史を塗り替えるという形になるでしょうか。それが実現しそうな時間帯になってきましたけどもね、しかももうその後点を取った後ずっと大分が相手陣内でプレーをしています。中浜にとってはまた誕生日の勝ち星もなしゴールもなしという形になるのか。ロスタイムの間もなく3分になろうとしています。ロスタイムの表示があってからジュビロはもうちょっと攻めることはできません。大分の方もうまく本当時間を使います。ああここで試合終了のホイッスルです。したたかにゲームを進めたと感じになりましたけどね。大分トリニータ高松大輝の見事な決勝ゴール3対2、アウェーでジュビロ磐田を下しました。そして2001年の初対戦から11度目の対戦で初めてジュビロ磐田を下したということになります。いやートリニータがいいサッカーを見せました。逆にジュビロは、まあ、一旦リードした時点もあったんですけどもね。そうですよね、まあ、2点目取られて、どうですかね、まあ、まあ、佐々木選手に取られたところで岸に変えて追い入れてきて、そこで退場者がまたね、はい、すぐ出たということがリズムがどうにもこう回復できないリズムになってしまったかなって感じはありましたけどね、はい、やはり一人減ってしまったのが一つ何か分岐点だったという感じでしょうか。そういったこともあると思いますね。計算できないところが起きますよね。そうですね、はい、大分は若手の活躍、そして高松が今日2ゴールの活躍で見事逆転勝利を収めました。放送席そしてご覧になっています大分トリニータのサポーターの皆さん、今日のヒーローはやはりこの方です。まずは2試合続けてですね得点のシーンなかったんですが、今日は得点取るぞという気持ちが強かったのではないですか。そうですね、この2試合無失点無得点だったんで、まあディフェンスにも迷惑かけたんで、まあ、フォワードとしては点を取って勝ちたかったんで本当に良かったです。先制点のシーンですが、あのシュートは惜しかったですね。え、先制点のシーン、あれは塚さんのゴールだと思ってもいいと思いますけど、はい、ごっちゃんだったんで、はい、そして追加点の2点目を振り返ってみてはいかがですか。
いや2点目も山がいい突破してくれたんで、まあ、自分は合わせるだけだったんで本当にチーム全員で取った点だと思います、はい、このまま同点で終わってしまうのかと思われましたが最後の得点は特に嬉しかったのではないでしょうか。そうですね、もうアウェーですけどもうチーム一丸となって勝利目指してやった結果が勝利につながったと思うんでまた次もアウェーですけど勝利に向けて頑張りたいと思います。ではそのアウェージェフ千葉戦への思いを一言お願いします。まあ、アウェーですけど、まあ、サポーターのために勝利向けて頑張りたいと思います。はい、今日はおめでとうございました。高松選手に来ていただきました。高松今日2ゴール、まあ、確かに1点目は最後押し込んだだけでしたけれども。そうでしたね。でもまあ嬉しい今日の2ゴールになりました。それでは今日のハイライトをご覧いただきたいと思います。まあ、こういう人数をかけて攻めれるようになってきたその大分のバランスといいますかポゼッション能力ボール保有率ですね上がってきましたよね、どことやってもこういうゲームができる、まあ、選手たちもいい疲労がねこう重なってくるじゃないですか。はい、これは菊池からこの流れ良かったですよね。逆サイド振って完全に振られた。あ、素晴らしかったですよね。カレン・ロバートのゴール、これで一つ同点に後半早々に追いつきましたんでね。追いつきました。いい流れでしたね。中山落として素晴らしいカレンのボレー、さらに逆転もしました。これはセットプレーから上田が蹴って、ここはヘディングで押し込んだルーキー犬塚。まあここまでは逆にアジューソン監督の方がねジュビロのうまくいってたと思いますよ ねセットプレーで取れた流れの中からシンプルで取って、はい、逆転になってますからね。ただその2分後でした。大分が同点に追いつくシーンです。斜めに動き出して梅崎のシュート、その後最後押し込んだ高松です。2列目からあの深い位置までずっと入っていかれて、ここでボールを受けられた時にやっぱり一つのポイントあったんですよ ね、まあ、川口なんとか防ぎましたけども押し込まれましたね。この後一人大井が退場処分になって10人と11人の戦い、そんな中大分が終了間際でしたが高松がグラウンダーの折り返しをしっかり沈めました。まあ、これ山崎に代わって入った選手の深いところ見事なクロスでしたよね。あとシュートはもう狙った通りじゃないですか。大分が順位近い同士の対決を制して勝ち点39になりました。そして6位に浮上です。目標4位が少しずつ近づいていますよね。そうですね、2試合ないですからね、逆に岩田は9位ということで勝ち点34に後退となっています。こちら下位の順位表という形です。福岡が最下位から脱出です。脱出ですね、まあ、セレッソに勝ったということで勝ちで並んだということになってますね。長かったでしょうね、ここまでなかなか勝てませんでした、監督。 J リーグ第24節を受けました。まあ、大分が何か本当にいいサッカーを見せてくれたというゲームになりましたね。そうでしたね、素晴らしかったですね。この試合解説は宮澤ミシェルさんでお伝えいたしました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。Eu acho que no primeiro tempo nós tivemos algumas dificuldades, errando alguns passes por dentro, pelo meio, não antecipando e proporcionando assim algumas situações que eles nos levaram perigo. Aí a gente tentou corrigir no intervalo. Eu acho que eles foram superiores em determinado tempo de jogo e foi merecida a vitória deles.前半には、まあミスパスが特に、まあ、インサイドのミスパスが多くて、問題が応じてそういう相手に、まあ、危険の場面をですね、作ってしまったというのがありました。まあ、それを、ハーフタイムで、まあ、修正を、しようとしたんですが、まあ、相手のやっぱり、まあ、体調がありましてですね、まあ、ニーズが1人少なくなったことによって、まあ、うまく相手がそれを利用して、まあ勝って、まあ、相手のメリットであったと思います。
Achei que o Kikuchi já estava cansando, não estava marcando corretamente o número 21, não lembro o nome dele, e o Mezaki, né? Estava sobrecarregando o setor defensivo, sobrecarregando o Eda. A intenção foi colocar o Oi para eliminar esse jogador que estava se movimentando bem. Infelizmente, o Oi foi expulso. ですね、まあ、菊池選手がちょっと疲れがあったかと思うんですけども、まあ、21番の相手の選手の、まあ、梅崎選手ですねのマークが、まあ、うまくついていくことが、できなかったということがそれが、まあ、上田選手に対して、まあ、負担がかかっているということを、まあ、観察しまして、まあ、その、上田選手に対する負担を少なくするために大井選手を、入れて、まあ、残念ですけどもその退場ですねなってしまって。思う通りにはいかなかったです。こんばんは。こんばんは。Bom, fizemos um jogo muito bom. A gente sabia que também ia encontrar um adversário de qualidade. 今日の試合は本当に大変な試合になりましたし、まあ相手チームは強いっていうことも分かっていました。Então foi um jogo equilibrado.Mas que nós criamos muitas chances, muitas oportunidades de gol. まあ、試合自体はまた互角に戦うことが、できたと思いますし、まあ、チャンス自体で言えば本当にうちの方が本当にたくさん作れたと思っています。A nossa equipe teve poder de superação grande dentro do jogo quando o Júbilo conseguiu passar a nossa frente no resultado. まあ相手から一時的にはリードされたんですけれども、それもなんとかひっくり返すこともできましたし。Foi importante sempre a equipe acreditar na vitória. だけども、まあ、重要なのはうちのチームの選手が常に勝利を信じていたということが大事だと思っています。E quando o Júbilo perdeu jogador expulso, depois nós entramos com mais atacante, tirando zagueiro, já que ia ficar apenas atacante doお中山のフレンチ。それとまあ、ジュビロの方が一人退場してから、うちもまたすぐ、交代を入れました。まずディフェンスの選手を外して、また攻撃の選手を一人入れました。なぜならばその中山選手に対してうちは2枚で良かったからです。E mesmo com jogador a mais, a gente ainda o Júbilo ainda criou duas ou três situações de perigo na nossa área, né?だけども、まず相手の素晴らしさを称えなきゃいけないのは、その人数、数的不利の段階でも、それでも2、3度、本当にヒヤッとする場面を作られた、まあ、そのことにおいて、まあ、本当に称えたいと思っています。Então, a gente valoriza bastante essa vitória, foi muito importante para nós nesse momento. やっぱりそれで、そういう相手に、勝てたというのは、やっぱりうちにとってはすごく価値のある勝利だと思っています。静岡県磐田市ヤマハスタジアムで6連勝中の7位ジュビロは6位トリニータとの対決です。37分のトリニータ、スピードに乗ったドリブルで左サイドを切り裂いた梅崎のクロスに高松、決定的チャンスをものにできません。そのわずか1分後、再び高松がミドルシュート、キーパー川口が弾いたところを松橋、松橋一度はポストに当てたボールをきっちり押し込んでトリニータ先制です。後半に入って1点を追う9分のジュビロ、菊池のクロスを中山が折り返してカレン・ロバート、今シーズン初先発、今日39歳になった中山のヘッドからカレンが鮮やかなボレーを叩き込みました。さらに21分には上田のコーナーキックに犬塚、J リーグ初先発の22歳の初ゴールでジュビロ逆転です。しかしその2分後のトリニータ、根本のスルーパスを梅崎がシュート、こぼれたところを高松、トリニータ同点に追いつきます。32分には梅崎のドリブル突破から
フリーで松橋。37分のジュビロ、右からのクロスに中山。気持ちの入ったヘディングもゴールを割ることができません。このまま終了かと思われた44分、トリニータ山崎のクロスに高松。高松の今日2点目が決勝点となり、トリニータ逆転勝利です。もうアウェーですけど、もうチーム一丸となって勝利目指してやった結果が勝利につながったと思うんで、また次もアウェーですけど勝利に向けて頑張りたいと思います。高松はこれで自己最多の9得点となりました。トリニータシャムスカ監督は、選手たちが常に勝利を信じていたということが大事だった、すごく価値のある勝利だったと語りました。